本日は東京表参道に来ております。こちらの並木通りも間もなく12月1日からイルミネーションが点灯されるということで、表参道一帯クリスマスムードが高まってきています。こちらはスターバックスコーヒー表参道原宿店です。これからこちらで新商品の発表とオリジナルのプロジェクションマッピングツリーの発表会が行われます。スターバックスギフトはですね、昨年の1月にスタートしたサービスでして、自信を持って作ったサービスですので、クリスマスのギフトシーズンという時に、より多くのお客様にもっともっと使っていただきたいなと思ってこの企画を準備しました。スターバックスギフトはサイトを通じてですね、デジタルで、ギフトを送るサービスになりますので、デジタルと、リアルの体験というのを組み合わせたものがいいなと思ってですね、ツリーと、リアルなツリーとプロジェクションマッピング、デジタルなものを組み合わせたものを企画しました。さあ、では実際にこちらのスターバックス e ギフトメッセージツリーの特設サイトでカードを作ってみたいと思います。こちらお好みの絵柄を選んで OK ボタンを押すと、実際にこの塗り絵の画面が出てきました。色を選択してちょっとクリスマスっぽい色にしてみましょうかね。お、青を塗ると、さ、真ん中もで、はい、さ、OK ボタンを押してメッセージを書きます。メリークリスマスということで、好きなメッセージを書いてプレビューボタンを押すと、先ほど私が描いた絵がこのような形でプレビュー画面が出来上がります。ここでドリンクチケットを1枚ですね、プレゼント用のドリンクチケットを選択して、お好きなドリンクを1杯、家族や友人などにプレゼントとして送ることができるんですね。じゃあそれでは先ほど私が塗ったイラストをツリーに投影してみたいと思います。はい、ギフトカードの準備ができました。あ、音楽が流れ出しました。ツリーの左上からサンタさんが現れて、真ん中に私が先ほど描いたイラストが投影されています。トナカイのソリに乗ったサンタさんが私のイラストの周りを回っています。この演出はこちらのスターバックス表参道原宿店に来た人だけができる演出ということで、あ、今プレゼントの袋に私の描いたイラストを入れて運んでいきました。素敵な演出ですね。メリークリスマス。まずこれ今ちょっとカップは見えないんですけれども、このクリスマスの時期にこれドリンク見ていただくと赤い色がすごく特徴的な商品になってまして、クリスマスの華やかさを感じていただけるとともに、あとアメリカではこの秋冬の時期にアップルサイダーというリンゴジュースをベースにしたドリンクがその季節の風物詩となってますので、そこからヒントを得てそれにティーでツイストを加えた商品になります。こちらも同じく12月1日新発売のアップルキャラメルフラペチーノになります。でこちらはキャラメルとミルクをベースにしたフラペチーノに、このクランベリーとリンゴの赤い色が特徴的なソースを混ぜ込んだ、非常にリッチなデザート感のあふれる一杯に仕上がっています。さあそれでは新商品のホットアップルとアップルキャラメルフラペチーノ、実際にいただいてみたいと思います。もうまずは寒いのでこちらのホットアップルからいただきます。あったかい。今回あったかいリンゴジュースとブラックティー、そしてルイボスティーの2種類、合計3種類が混ぜ合わさっているということなんですけれども、甘すぎなくて、そして口の中にも果肉がいっぱい広がる、とても飲みやすいドリンクとなっています。続いてこちらのアップルキャラメルフラペチーノです。こちら生クリームがたっぷりかかってますね。上にはリンゴとクランベリーのソースがこちらもたっぷりかかっています。いただきます。ミルクとキャラメルの味なんですけれども、あんまり甘すぎないですね。でこの上にかかっているこのソースの味と合わさって、とってももうデザート感とかかなり満足ができる一杯になると思います。
オリジナルのスターバックスギフトカードを家族や友人にプレゼントできる上に、自分だけのツリーの演出も体験できる素敵な機会となっております。12月25日まで、ぜひ皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。